はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーです。今回はですね、こちらのハーブティーをより美味しくする方法をご紹介していきたいと思います。はい、どういうことかと言いますと、ブレンドをいつもご紹介してますけれども、まあそれの、細かいことってことでございますね。はい、今回はこのキャラクターを前面に押し出して楽しくやっていきたいと思います。では行きましょうか。はい、ハーブティーにですね、甘さを加えてみようということでご紹介になります。はい、いつもご紹介してますが、シングルだと飲みづらいということで美味しくないっていうね、お声がよくあります。これはやっぱ薄味なので、薬草としてですね、ハーブティーを、使うっていうことも多いので、やはり薄味なことが多いです。なので甘さを加えることによって飲みやすくなるということですね。はい、なので、ご紹介でございます。では早速いきましょうか。一つ目がド定番、蜂蜜ですね。はい、蜂蜜さんです。熊野プーさん大好き蜂蜜です。はい、これ何がいいかと言いますと、甘味料の中でも低カロリーということですね。はい、これすごくいいですね。まあね、低カロリーなので入れても太らないということですね。まあ太らないわけではないですけども、低カロリーということは非常に大事です。はい、それからですね、ハーブの風味を消さずにまろやかになるというのもすごく大事ですね。口当たりがいいのですごく飲みやすくなるということです。はい、それから3つ目が、どんなハーブにも比較的相性が良くなるということですね。これもすごく大事で、どんなハーブにも合わせやすいということなので、汎用性が強いということですね。うん、なのでいつもご紹介しますけれども、蜂蜜を入れましょうということをよく言っておりますのはこのためです。はい、では2番目ですけども、これは初めてですが、フルーツジャムということですね。はい、フルーツジャムでございます。はい、1つ目が、ハーブの苦味や渋みを緩和してくれます。はい、これすごく大事ですね。結構ね、苦い感じのやつ多いんですよね。やっぱ薬草としてね、薬理効果高める系が多いので、特に葉っぱ系はね、ちょっと苦かったりします。なんでフルーツジャム効果的ですね。はい、それから2つ目が、子供でも飲みやすいっていうので、すごく、大事ですね。これはお子さんでも飲めるっていうのはね、すごく、家族で飲むにあたっては大事かと思います。はい、それから3つ目が、ストロベリーやブルーベリー、マーマレードなど好きなジャムを、OK ということですね。はい、これもいろいろこう応用範囲が広がるので、まあ写真はフルーツのそのいちご出してますけども、ブルーベリーでもマーマレードでもお好きなものをぜひ入れて華やかに、彩ってもらえればと思います。はい、では3つ目ですが、これも初めて、ドライフルーツでございますね。はい、こちらは、甘さだけでなく華やかになりますということですね。まあやっぱりいろんな、ドライフルーツありますので、いっぱい入れてもらうとすごく華やかになると思います。はい、それから軽く潰して飲もうということで、ちょっと固形状の大きいものは軽く砕いてから入れてもらうといいということですね。はい、それから3つ目は、ハーブの風味が染み込んで柔らかくなり、より美味しく食べられるということで、ドライフルーツ単体で食べるよりも、より、ハーブティーに染み込ませることによってですね、柔らかくなりますということですね。食べやすくもなるし、栄養も摂取できて、一石二鳥じゃないかと思いますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。はい、今回はより美味しくハーブティーを飲む方法をご紹介しました。ぜひね、この3つ試してみていただければ嬉しいです。では今回は以上です。さよなら。